島岡さん、調子はどうですか？はい、なんとかぼちぼち新しい生活様式に慣れようと頑張ってます。新日常という言葉が、そうなの、新しい、うん、ニューノーマルとかね、うん、いろいろ、あの今日テレ朝の「あの純散歩」という番組見てたら、ついにあのずっとあの総集編みたいなのやってたんですけど、再放送、ついにあの高田純次さんがあのなんてフェイスシールドして散歩しました。すごいな。そうでしたか、うん、だって再放送の限界があるでしょ。まあね、まあいろいろね、なんか本当 E テレを見る機会がとても増えました。あ、いいですね、うん、いいと思います。 E テレって、うん、皆さんこんにちは。お元気でいらっしゃいますか？岡村陽一です。ご機嫌いかがですか？島岡みのぶです。お初でございます。今日なんかついに、日本というか関東は、はい、最も真夏日32、ね、3度までいきそうですね。最も暑い日に、でしかも昨日がそんなに暑くなかったので、そうね、昨日から10度ぐらい上がるんじゃないかと思います。厳しいね、うん、ですから皆さん、あのマスクをあのどこで外すかというのをちゃんと考えながら、いやもうこれね厳しいわ、はい、あの暑くて、はい、私なんか暑がりだから、基本的に一人で外を歩いてる時に、うん、別にしなくていいわけですよね。そうなんですよ、誰とも会わない、うん、そうなんです、状況であればね、うんうん、だけども皆さんなんかほとんどあの花粉症のごとくにあのずっとつけっぱなしっていう方が多くて、うん、なんかもうスーツ着ててマスクして汗ダラダラになってる人を見ると、ちょっと体に悪い、スーツ脱ごう、うん、悪すぎる感じがしますので、ね、はい、あの熱中症怖いですのでぜひ気をつけましょう、はい。今日はですね、今日のメニューは前半はこの後ジャーナリストの方が、はい、有名なジャーナリストの方があの初登場いたしまして、そして、後半は許された子どもたちっていうね、うん、このような特集をいたします。お楽しみに。今日の1曲目はこの曲です。原田知世、 I could be freeI could be free、 原田知世でした。あなたの眼鏡、はっきりくっきり見えますか？ドツキ眼鏡レンズを取り替えて新品仕上げ、555円、ドットネットで検索。そうです、555円です。ジャーナリストの野中知世さんに電話がつながっております。こんにちは、はじめまして。こんにちは、はじめまして、どうぞよろしく。はい、野中知世さんは僕なんかはやっぱりニュース番組の、キャスターとして長らく拝見しておりまして、すごい人だなとずっと思って、まさかご一緒にあの番組をやる日が来るとは思ってませんでしたけども、現在はどのようなことをなさってますか？そうですね、現在はというのをどのタイムラインで撮るかで、そうですね、はい、今でも NPO 法人をやってらっしゃるっていう、はい、NPO 法人を、はい、そうですね、うん、15年近く前に NPO を立ち上げて、はい、まあ、最近のこの15、6年はそれが中心ですね。でも今岡村さんがジャーナリストの野中知世さんでご紹介くださって、なんかとっても懐かしくなりました。あ、そうですか。もうでもねいろんな会社の重役やったりとかですね、あのちょっと野中知世さん風という方が不届き者がいるかもしれませんのでそういうこと言ったら怒られますけども、ご紹介すると、あの上智大学文学部新聞学科卒業されまして、それからもうあのミズーリ州のコロンビア大学大学に留学されたりとか、そして NHK、そして僕らなんかはやっぱり、一番よく覚えてるのはテレ東のですね、ワールドビジネスサテライト、今もありますけど、WBS ですよね、ね、はいはい、これはもう経済のとにかく生放送で、あとまあ日本経済新聞の局ですから、はい、あらゆる経済の知識がないとできない、英語ももちろんですけど、大変な枠をやってらっしゃいましたね。とんでもありません、とっても楽しい番組でしたね。あの小谷真央ちゃんとかが、はいはい、その後やってくださったんですよね。バオちゃんですもんね、うん、NHK 出身のね、そうですね、あれででも割とこれも生放送なんですけど、生だとアップトゥーデートなことが飛び込んでくるじゃないですか。それこそ戦争がどうこうとか紛争があるとか、そうですよね、地震が来たりね、上の頭の上のライトが落ちそうな地震もありましたね。はあ、そうですか。あの逆に言うと生放送以外はあんまりやらなかったですね、好きじゃないので。はい、
私もそうなん、うん、そうなんですよ。そうですよね。で、生放送のいいところは絶対に押さないというか時間内で終わるというんですよ、基本的には。うん、それから取り返しがつかないので緊張感もあるし、うん、ね、やっぱり人生そのものですよね、生放送は。そうだってね、人生ってリハーサルないですもんね、本当に。そうそうそう、で思ったようにはいかないし、はい、そうですね。だからさっきのお話のクエスチョンに戻れば、はい、そのおっしゃってくださった NPO はガイアイニシアチブっていう NPO なんですけども、はい、今お話しいただいた NHK 時代っていうのはもう年がバレバレですけど40年以上前なんですよね、ええ、で NHK の外信部でそれこそオリンピックの88年開会式から閉会式までソウルオリンピックでしたけど、うん、ずっとソウルからお伝えしたりスポーツ番組でいうと星野千里さんとか大塚のりかつくんとか、はいはいはい、サンデースポーツスペシャルって今でもやってると思うんですけど、はい、最近あんまりテレビ見ないので、大塚典和さんと星野選手さんはね、実を言うとね、私名古屋の CBC で長らく番組やってましたので、お二人とも大塚さんは以前 NHK 名古屋にいらっしゃったので、はい、よくご一緒しました。以前そうでしたか。素晴らしいボーイズですよね。ねえ、ボーイズだって千里さんは私のこと姉さん姉さんっておいおいどっちが年上だよっていう感じですね、ええ、本当に素敵なジェントルマンでしたよね。そうですね、大好きでした、はい、うん、だからスポーツもやらせていただいたしアカデミー賞なんていうのもお伝えしたし、はい、でも触れてくださった、これはテレビ東京のワールドビジネスサテライトで、その間に、結婚をして子育てをさせていただいて、ええという10年がありましたね、はい、でその後ですから今の NPO の活動っていうのはそれこそそれまでの生き様の中で岡村さんおっしゃってくださったような予期できないことっていろんな苦労もあるし、それから二度と繰り返すことはできないけどみたいなことの中でやっぱりいろんな方たちがやっぱ一人では生きていけないから何かお役に立ちたいと思った時に植林をしたいとか間伐したいとかその環境問題って一言で言っても森のことをやりたいっていう方もいれば、いやいや開発途上国の子どもたちを支援したいっていう人もいるし、あるいはお母さんとして働くことと子育てとどうしていいかわからないっていう方もいるし、いろんな方たちにいろんなことを教えていただく中で、じゃあ全部のせをやろうっていうふうに立ち上げたのがそのガイアイニシアチブっていう NPO なんです。ちょっとアシスタントの今島岡というものがいるんですけど、ちょっと参加させてください。はい、はい、よろしくお願いします。私もやっぱり WBS のイメージが野中さん強いなというふうに思ったんですけど、ただこのガイアイニシアチブという NPO のこの名前を聞くと、はい、もうまさになんか時代先取りしてらっしゃったんだろうなと思って、この間も環境危機という言葉が環境省から出ましたよね。だからそのなんか環境のことっていうのをますますこう力を入れてらっしゃるのかなというイメージで今日はお話伺えるのかしらなんて勝手に思ってたんですけれども。そうですね、おっしゃっていただいたお名前なんておっしゃった？島岡と申します。島岡さん、島岡です、ごめんなさい、はい、島岡です、はい、島岡さん、はい、すいません。環境のことっていうのは勉強しなきゃとか環境のことを何かやらなきゃとか時代の、テーマとかってどうしても私たち環境を閉じるって特別なことのように思ってしまいますよね、はい、うん、構えてしまいますね、やっぱり。そうそうそう、である男の方なんか、いやいや野中さん僕は環境には興味がないんです、やっぱり仕事ばっかりのサラリーマンでみたいにおっしゃるんだけど、実は環境って今回のコロナのことで嫌というほど確認したように外側にあるものではなくて私たちの生きているっていうそのことが環境問題そのものなんですよ、うん、だから水のことも空気のことも環境問題ってどうしても温暖化とか森林問題とかなんか問題で自分は外にあるような気がしてるんだけど全くそれではなくて生きていくっていう事柄が環境っていうことなんですよね。野中さん、それで言うと、
まもなくどうしたってレジでビニール袋をもらうときにお金払ったりすることになるじゃないですか。はい。ね、袋ビニレジ袋の今ちょうどね。今払ってますよ。もう払ってるお店もあるし、7月1日からは全部っていう状況になって。こうするとやっぱりもう私たちは環境の本当にもう毎日買い物しながらそれを考える状態になってますよね。そうそう、うん、あれはね、今払わされることになったっていうことではなくて、はい、私たちの今までのお買い物の中でちゃんとレジ袋代なんていうのはスーパーマーケットの経営者はちゃんとお客さんからいただいてるわけです。そうですよね、考えたら、うん、じゃあどうして今から5円なの3円なの、うん、っていうのはそれをプラスチックの材料を何こんな1枚5円なんて高すぎるじゃない、私買い物袋持ってくるわよって、うん、そこに変えていきましょうっていうメッセージなんですよ、はいはい、だから5円に響くんじゃなくて買い物袋っていうもののために使ってたプラスチックはどこから来たのかっていうと、うん、石油を掘ってでタンカーで運んで途上国から原材料を買って、そういう生活はもうやめましょうっていうことをみんな一人一人が気づきましょうねってことなんですよね、うん、だからそうやって考えると私たち戦後、まあ、みんな戦争は知らない世代ですけれども私も含めて、はい、でも戦後日本は焼け野原だったからとにかくお金を1円でも稼いで多く稼いで一軒家を持つっていうのが幸せの目盛りみたいに思って、その目盛りはお金で測れたでしょ、はい、だから岡村さん給料いくら取ってんの、月、150万わーすごい私80万よとか、そうすると80万の人より150万取ってる人の方がいい人みたいな気がしてたじゃないですか。そうです ね、ね、でもお金は人生の目的でも何でもなくていっぱい持ってて不幸になる人いっぱいいるでしょ。だいたい宝くじで何億当たった人ですごくより幸せになった人って少ないらしいですね。その通りその通り、うん、つまりそれは平たく言うとお金は目的ではなくて手段なんですよ、ええ、道具でしかなくて、じゃあその道具は何のための道具かって言ったらどんな人生を送るかっていう時に一番パワフルな道具メディア、それでしかないのに日本はとりわけですけど、まあアメリカもそうですけどお金をいっぱい持つことが目的化しちゃったのね。はい、長い間ね。だから、そう、だから手段が目的化すると大体人間社会が悪くなるんです、ね、だから今それを気がつかせてくれたのが目にも何にも見えないし小さすぎてどこにいるのかも匂いもしないコロナのあのビルス君が出てきて、私たちは初めてどんなにお金を持っていてもどんなにパワフルな権威があるチャールズ皇太子でさえかかる、イギリスのジョンソン首相もかかる、そうですね、かかる、だから生きて命は生きているんじゃなくて生かされていることに気づきなさいよっていうのが冒頭に戻りますけど環境の問題っていうのはそのことなんです、うんうん、でその一方でなんか命か経済かみたいな言葉もね今まさにそこの状況に来てますよね、各国が。いやすごい勉強になる。そうそう、だから命かあるいは経済かっていう単語を同軸に語る人は大体男の子だわね。ああそうか、うん、ね、今まさにねそんな風に世界がなっていて、うん、そうです。だから経済っていうのは形成財民で民が生きてなければ経済なんて関係ないんですよ。形成財民の福沢諭吉がね作った言葉ですね、確かね。そうですそうです、うん、それは世界中ローマ時代から、うん、あるいはギリシャ時代から、うん、あるいは縄文の時代から、はい、蓄えたりそれから経済の力を持って物々交換だったり金融のやり取りだったりこれで国を測るなんてことがいかに愚かしいことかっていうのをコロナは教えてくれた。だから働き方改革じゃなくて生き方に何の価値を置いていたかっていうのをもう一度考え直さないとダメですよっていうのに一番わからない分からず屋がどうも永田町とか霞ヶ関の方で決まってる人たち、話が佳境に入ってまいりました。ここで一曲聴いていただいてさらにいきましょう。野中智代さんコーナーです。原田知世、ロマンス、うん
そうなんかね、本当コロナでね、もうテレビ見るのも嫌じゃない。そうですね、すっごい哲学に走った、私は。なんか今個人的に聞いたことあったら今のうちに聞いてください。田中さんと繋がってますけど、大丈夫、うん、哲学に走ったな。やっぱりそっち行くんだな、人間はと思って今。そうです、こういう状況の中今ね、哲学ちょっと人類学かなみたいな。で、あの、この番組うぬは後にしましょう。あ、やらなくていいの、ここ時間短くなったね。野中智代さんに電話がつながってます。ちょっと話が戻りますけど、野中さん、はいはい、お好きな映画って何でしょう。うん、映画のことを振ったら大変よ、岡村さん。あ、そうですか。ちょっと一本、学生時代から年にそれこそ300本、うわ、すごい、見ましょうみたいな人だったから。あ、そうですか、はい。もうだから岡村さんの記事を読ませていただいたりして、はい、本当にあの私たちの青春時代とか、はい、あるいはこれからもそうであることを願いたいところではありますけれども、やっぱり映画というメディアがいてくれて、人間は本当に幸せに過ごすことができてますよね。それで最近はね、やっぱりあのコロナで映画館に行けないという中では、はい、これはハリウッドのおじさんもおばさんも困ってるところだけど、困らないわね彼らは。ネットフリックスとかフールとか、はい、もう小さいあのご自宅でご覧になってちょうだいマシンみたいな、海外ドラマシリーズとか、それから映画館に行ってもネットフリックスオリジナルムービーのコマーシャルをやるぐらいでしょ。そうですね。だから脚本家とか、それから監督とか、岡村さんは両方やってらっしゃるから、表も裏も、出される方も出す方も、演出する方もされる方も、そこからGoPro なんかが出てきてるし、 YouTube だし、そうですね、もう簡単に撮れますもんね、今ね、うん、そうですよね。だから映画ということよりも映像メディアをどう捉えるかっていう時代ですよね。なんかそんな中で、でもいろんなものが、あのもちろんモノクロの世界から、何言ってんだか分かんない小屋にスカッティとか、はい、もうあの手も面白いですし、ドキュメンタリーも面白いけど、それがちょうど合わさった形で、私はやっぱり LA コンフィデンシャルなんていうのが、ああ、はい、キム・ベイシンガーが出てましたね。そう、脚本もいいし、実際に LA で起きてることだし、アメリカの歴史を一場面こう刈り取ってくるときには、あれは必要不可欠な映画かなっていうので、なんかいつも思い出しますね。キム・ベイシンガーの口紅が真っ赤なんですね。それを監督があれを撮るときに、キム・ベイシンガーの口紅の唇を際立たせるために、他の場面では絶対赤を入れないでくれというふうに撮ったみたいですけどね、あれはね。そういう意味でも、そうなんですか、いえいえ、LA コンフィデンシャル、ご覧になってない方はぜひね、なんかネットで見れますよね、今ね、探ればね。そう思います、すごく面白い、ドキュメンタリーとも言えるし、そうですね、フェイクストーリーといえば言えるし、ね、すごく良かったです、ね、そうですね、ロサンゼルスである事件が起こってね、コンフィデンシャル、まあ、疑惑みたいなことなんですけどね、最後どうなるかっていうね、サスペンスなんですけどね。あれなんか今のワシントンって同じようなことやってるでしょ。いやもうだって、ちょっとぜひね、野中さんに聞きたいことあるんですけど、今ね、アメリカの大統領選挙はもう完全にどうなのかって感じですけども、テレビのニュースつけたら、このコロナもそうですけど、この完全に現実の方がドラマより超えちゃって、映画の脚本書く人大変じゃないかなと思って、特に大統領選挙なんかどうですか。もう昨日のトランプの様子なんかを見ていると、はい、ついに最後の何やぶしに入りましたね。そうですね、泣き落としみたいになってきましたね。そう、坂道降りるのなんかヨロヨロしてみたり、そこが今繰り返しね出てますね。そう、だからついにお金でも言えないし、それから民族の浄化で移民を排斥するっていう方向でも取れなくなったし、あとはまあちょっとえばってるけど、このヨボヨボしてるやつもう一回やってもらおうぜっていう、そっちに来たかなって。それとも
もう用はないからって言ってトランプのパペットとしての操り人形を操ってる人たちが何か持ったかなとかって、いや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 、すごいすごい脚本、ね、はい、だってあのだからやっぱりあの問われるのは筋書きを政治で持ってくる人たちは日本もそうですけど都知事選なんかも最たるものだと思いますけれども、はい、政治の裏に何があってこの人たちをこう糸引っ張ってこの吠え方とかこの黙り方とか嘘のつかせ方とかそれをやりたい人って本当はどこにいるんだろうっていうことを考えながら、うん、私たち一粒一粒の愚民というか市民になってないのね日本は、勝ち取って市民がなってないので戦後私たちを何と呼んでたか奥村さん、はい、私たち何と呼ばれてたと思います？何でしたっけ？消費者って呼ばれてた。ああ、コンシューマーですね。そうですね。そうだから物をより多くお金を払って、物を消費して捨てて無駄遣いをして、はい、なんかこれはこの名前が入ってる友よとか野中とか岡村って入ってるとただ5000円の材料費だったのが55万円のバッグになったりしてるじゃないですか。いや私はそこまで言ってませんけど、はい、だからそれぐらいにブランド物って持ってると人間力が高まるぐらいの消費者を教育してきた社会があったわけですよ、だけどコロナになってハッと気がついたらそんなバッグ持ってても病気になるでしょ。そうですね。そんなバッグ持ってたって何の命の意味はないわけですよ、じゃあなんで意味があると思ってたかっていうとバッグ持ってそれ歩くとなんとなくあの人セレブみたいとか、ね、お金持ちなのねっていうみんなが思ってくれるに違いないというのは見えですね、自己実現だっていう表現を使うけど、はい、何のことはない。人間の中身がパンプリンでも、何でもドブ板踏んで即席ラーメン食べててもどっかのバッグを持ってるとお金持ちに見てくれる自分を演出するのにはお金があればよかったわけ、そうですね、だけど、コロナが終わったら何が変わるかっていうと働き方がリモートになるとかそんなさまつな話ではなくて、はい、生まれた私が死んでいくまでの間は一回しかなくて、はい、しかもお金があっても不幸になる、なくても不幸になるけど、あってもなくても私が生きているというこの命は厳然とした事実なので、これにまず感謝をして、生きてるんじゃなくて生かされてる自分に、だからまずお父様、お母様には感謝をする。きれいなお水があったらお水に感謝をする。で、感謝しなきゃいけない4つの要素があるの。はい、何でしょう？お水、うん、空気、はい、食べるもの、はい、それからエネルギー、はい、これは、まあ、電気という言い方もできるかもしれないけど明日お日様が出なかったら地球上のものはほとんど死に絶えちゃうのね、お日様というエネルギーに感謝をする、この4つがないと岡村さんのお鼻の穴2つとお口を塞ぐと大体10分かからなくて死んじゃうでしょ、はい酸素がないと人間は死んじゃうの、だからこの綺麗な空気がないとダメなんですよ、だから空気にはまず感謝しないと。お金払ってないのよ、あのマスクしてると特に思います。綺麗な空気を出してくれるのは木の葉っぱと海のお水なの、それをバサバサ木を切って森林破壊をして喜んでお金儲かったっていうおバカな人類がいるでしょ、海に放射性物質流してお魚がダメになって水もダメになってきれいな酸素を出してくれなくなったら私たち死んじゃうのに、私たちはそれを便利だとかそれから OKWiFi とか言って、それがゴージャスな文明的な生活だと思ってるんですよ、だからそうじゃないよって気づかせてくれたのが多分コロナだと思うんですね。そうです。野中さん、一ついいですか？あの東日本大震災の時に私たちはもうとにかく衝撃を受けて、もうこれで変わるんだって思ったじゃないですか、
でもそんなに変わらなかったっていうことにすごくショックを受けて、で、はい、今回は変われますかね。いや、あの、素晴らしい質問です。あの、変えていくのは政治だと思ってたからお上に任せといたんですね、うん、そしたらお上は何をしたかっていうと、今でも東京の放射線の汚染分っていうのは相当ひどいんですよ、国際水準からすると。だけど政治は全部隠蔽したんですね、うん、だけど実際に測ってみると何が起こってるかっていうのは10年前に遡ると事実は隠せないので、これはちょっと事実を知りたいねって、私たち一人一人、この FM 川崎を聞いてくださっているリスナーが全員調べ始めると、とんでもない状態に置かれているんだってことが分かるはずです。それと一緒で、コロナの後変わるのかな変わらないのかなって誰も変えてくれないの、はい、だけど一人一人の私たちが、あれ、そういえばバカみたいじゃない、新入社員になったらローンを組んで一戸建てを建てる男じゃないと結婚するときには良くないと思った私たち女の考え方は違うねって、うん、それに気がついたらローンという金縛りを自ら作る暮らし方はやめようと、きれいな水と空気と美味しい安心して食べられる農業が近くにあること、そうだリモートできるじゃないって言って仮想基地、土地が出して使い捨てしてくれて嬉しいっていう土地は日本全国にありますから、これは働き方改革じゃなくて生き方の改革をしようと思う若者が一人でも多く出てきたら、今ご質問いただいた答えが出るんですよ。そうですね、だから変わりますかというより僕らが変えていこうという意識を持とうということですよね、一人一人がね。おっしゃる通り、ね、だから、うん、岡村さんが毎日の、そして週に何回か、あなたはコロナがあった後と前をどうやって変えますかっていうのをずっと問いかけてくだされば、そうですね、変わります。川崎から変わろうよって言えば変わると思いますよ。 ありがとうございます。エネルギーって話で太陽って話さっき出ましたけど、日本語って素晴らしくて、お天道様って言葉がありますよね。うん、そんなことはお天道様がうるしならないとか、どっかで何か、それは別に仏教でもキリスト教でも何でもなくてですね、どっかでちゃんと見てる人がいて、と同時に太陽の恵みがありがたいなという気持ちがお天道様という言葉に込められてると思うんですけども。おっしゃる通りです。それは哲学でもあるし倫理でもあるし、天網開会そうにして漏らさずって、誰かがあなたのことをちゃんと見ているから、お天道様に恥ずかしいようなことをしなさんなって、これはおっしゃってくださった一神教ではなくて日本の古神道につながる多神教なんですね。八百万ですよね。八百万の神ですよね、まさに。おっしゃる通りです、うん、だから八百万の神を、あ、風の神様ありがとうっていうこの気持ちを持つと、これがグレタちゃんって言いましたよね、はい、これは温暖化と彼女は CO2 をなんとか減らしてくださいって言ってストライキをして学校に行かなかったんだけど、彼女はそれだけトランプでもできなかったことが、トランプさんなんかバカに、おいでちゃん学校通えよってそれで覚えなさいって言ったんだけど、グレタちゃんが言ってもあれも聞かなかったでしょ、だけど目に見えないコロナがシュッと出てきたら全員が空の飛行機にも乗らない、自動車にも乗らない、歩かないってことをしたら、ベニスの水はきれいになってイルカは戻るし、あとガンジス川もすごくきれいになったって言いますね。インドからヒマラヤが見えたってね、そう、それが今岡村さんがおっしゃってくださった矢をよろずの神に委ねると、私たちが第二次大戦後やってきた便利でゴージャスでお金持ちでセレブでって金を目的にした生活を一切やらなくなったら地球は元に戻ってくれるんです、だからそれこそが生き方を変えるっていうのでできると思いますよ。だから日本が中心になって穏やかに笑顔で、さあみんな生きてるんじゃなくて生かされてることに感謝しようねって言い始めたら、これはリーダーシップを取って地球を変えていくことができると
私は愚直に、そのためにはちょっとね、男の子はちょっと毒されてるからね母性で女の人たちが命を中心にして、お金のメモリから命のメモリに社会の価値軸を変えようよって言うとできると思います、はい、いやー、すごく今日深い話になりましたけども、ちょっと最後に一つだけお願いがあるんですけども、ぜひですね、多分アシスタントの島岡さんも同意見だと思うんですけどね、来月でも夏でも次の秋でもこの番組ずっともう今22年目に入っておりますので、スタジオにぜひいらっしゃってください。もっといろいろ話聞かせてください。了解です。お待ちしてます。本当にありがとうございました。また素晴らしかったです。野中智代さんでした。ありがとうございました。さようなら、失礼します。はい、ダニエル・ビタル、オーシャンゼリゼ。あなたのメガネ、はっきりくっきり見えますか。ドツキメガネレンズを取り替えて新品仕上げ、555円.net で検索。そうです、555円です。円です。思ってますけど、ごめんなさい田舎もんで。いや、それが味なんでいいと思う。うっせえな。 ご縁がありましたらよろしくお願いします、今後とも。で、ここであれやります、お聞きの放送は。っていらなく、やらなくていいですか。やりましょうか。やらないと変だもんね、これ。やっぱり最後56分45ぐらい。ちょっと待って、ちょっと喋ってて一人で、うん、どうなんだこれ。じゃあ、ただいまお聞きの放送。お聞きの放送は川崎 FM79.1MHz です。毎週月曜日の午後1時から2時は深くなる道のシネマストリート第1部、2時から3時は第2部をお届けしています。インターネットのサイマルラジオ、リスンラジオを通じて世界中の皆様にお届けしています。野中智代さんレクチャー、とても面白かったですね。でも本当に水と空気ね、結構多くの方がなんか家で育て始めてるっていういろんな声を聞きますけども、私もですね、多分このステイホームを含め、まあ、大体2月3月以降ですかね、多分いつもの春夏よりも余計たくさんの花の苗を買い、野菜の苗を買いっていうことをしていますね。なんか別に上手に育てられる自信は全くないんですけど、今のところミニトマトがですね、結構ポコポコついてきて、ミニトマトが少し緑から少し赤っぽくなってきてるのが嬉しいっていう。毎朝とにかく朝光を浴びるのがいいというふうに言われてますので、光を浴びられるかどうかともかくとしてね、雨でも何でもとにかくまず朝起きたら窓を開けて、こう、あ、今日のミニトマトはどうかなとか、あ、シソはどうかなとかですね、まずそれを確認するのが今の日課になっていまして、で、バラとかもいろいろ咲いて、で、大体春の花がビオラとかも含めて一段落してしまったので、ちょうど昨日なんですけど夏の花モードに、ベランダを入れ替えたというか、やりまして、あ、なんかやっぱりうちは動物、動く鳥とか猫とか犬とかいないもんですから、まあまあ花野菜ぐらいは育てようかなという、そんな日々でもう3ヶ月ぐらいになってますね。野菜はなんか食べれるような、いや、一応なんか食べれるためには、何をアルファとか。でも今のところしっかり食べることができているのは、うん、シソぐらいですね。シソか。でね、キャベツとか、うん、小松菜とか、はい、切った尻尾を植えとくと芽が出てくるんですよ。すごいね。すごいお得だね。それスーパーで買ったようなやつ。そうです、キャベツの芯ってあります、はいはいはい、で、あれ結構いいとこまで行ったんですよ、はい、
でも花咲いてきちゃったんでもう丸くはなんないんですけど、うまくやるとキャベツは半永久的にこう買わなくていい。スーパーの人が聞いてたら怒りますよ。いやでもね、商売上がったりや、相当時間かかると思うんですけど。そうですね。で小松菜もだから小松菜の尻尾のところピュッと切ります、うん、ね、切って水栽培をしておいて根っこがちょっと出るかなぐらいのところで、うん、あ根っこ出なかったな、葉っぱがちょっと育ってきたなというところで土に埋めたんです、うん、そしたら葉っぱが12-13センチぐらいまで育ってきたんですけど、ほう、でもやっぱり98円ぐらいで買った小松菜の方が圧倒的に使いやすいので、どんどん小松菜買ってきちゃって、伸びるかなと思ってる時にはちょっと元気がなくなってきちゃったんですけど、まあちょっと肥料をもう少しやった方がいいかなとか。肥料って何やるんですか？いや、なんか売ってるなんとか肥料っていう野菜の肥料とか。自分から出た肥料はダメですか、ね、ダメです、ダメです、はい、ちょっと濃すぎますから、いろいろやって、そうですね、あとねパプリカも今ね育ててるんですけど、パプリカって色が鮮やかな、そうそうそう、だから一応予定では赤とオレンジになるはずなんですけど、まだ今白い花が咲いたなぐらいなので、あ、こういう花咲くんだよねとか、なんかでもそこで正月喜びもあるし、いや喜びですよ、経済的にもちょっぴり助かるし、いやちょっとですけどね、それでも多分あとキノコ栽培が流行ったっていうの聞きません？いいえ、キノコの栽培キットっていうのが売ってるんですか？はい、でも3000円ぐらいするらしくて、結構高いですね。で、椎茸が 3-40個できるらしいんですけど、結構たあれね、キノコとかで大変だって聞きますけど、いやだから割とね簡単にモワモワできてくるらしい。それはなんか大きいホームセンターとかで売ってるんだ、多分皆さんネットで購入されたみたいですね。そうか、だからキノコ栽培キットで検索したらもう送ってきてくれる。で大体 2-3000円はするみたいなので、うわ結構お値段、ま、だから一人暮らしの人が例えば椎茸40個できてどうするんだろうっていうのも、じゃあ俺に言うなよ。いや嫌味か、いやだから楽しでも楽しいですよね、結構モコモコできてくるのは、なんかそれが結構この春、うん、もう売り切れてすごかったらしいですよ、キノコ栽培キットって。やっぱり皆さんこうなんか育っていくのを見たいとかはあるんでしょうね、うん、ウイルスとは増殖しちゃ困るけど、はい、キノコは増えてほしいみたいなわがままな感じですかね。私は相変わらず就活断捨離を、就活、うん、もうね、うん、まあでも本当何歳でもね断捨離は大事ですよね。というかね、まあずっとこの番組で言ってきましたけども、ちょっとあんたね物事には限界があるでしょっていうレベルを超えちゃってるんですよ、うん、つまり私が映画、まあ、さっき野中智代さんの話も出ましたけど、映画が大好きだからいろいろな、まあ古くは VHS、 俺の8ミリビデオのソフトまで買ってたんですよ。8ミリビデオっていうのがソフトってのが出てたんですよ。それでね、はあ、結構何千回したんですけど、これ高かったでしょうね。僕ねだからね、うちの父がねソニー信者だったんで、ソニーはやっぱりいいっていうイメージが昔あったんですよ。憧れの企業だったんです。やっぱりウォークマンの会社ですから。そうそう、それで実際すごく良かったし、いや今も素晴らしいですよ、なんだけども、ソニーが、まあ、古い話ですね、すいません、ベータと VHS 戦争、ね、皆さんご存知でしょうか、はい、そして結局これは松下電器、今のパナソニックが勝ちました、はい、ソニーが負けました、うん、そして私はどっちにしようかなと思った時に迷わずソニーにしました、ベータにしました。そういう人は多かったじゃないですか。そして結局はソニーの VHS のデッキをまた買う羽目になって何十万損したか分かりません。それはいいんですけど、うん、そんなある日、8ミリビデオが登場したと。でこれからいろんなものが撮影できますよと、うんうん、で岡村さんね、結婚出産子供ができたらずっといいですよって、別にそんなの何もないのに、うん、買っちゃって、それで家で撮れますよってことですね。当時38万ぐらいしたカメラが、はあ、昔当たり仕上がり屋でバブル期だから、うん、もう買っちゃってこうやってやって、それでそのうちこれは見てくれ、VHS よりも、よりも、ベータよりも画質が、それはいいですね。で、しかも、こんなカセットテープよりちっちゃいんですよ。そうですねって言って、で、ソフトがいろいろ出てて、うん、で、ウッディアレンとか、スティーマックのダイヤストとか。70年代。70年代。買って、結構何万円分か買ったんですよ。うん、それが、はい、私のですね、VHS の谷の奥地の奥地の奥地から出てきて。まだ VHS もあったわけですよね。あったんです。はいはい、で、一回も封を切って、で、先週のことですが、そのままグッバイです。だって8ミリビデオを再生するものがもうないし、だってブルーレイも持ってるし、はい、配信でも見れるし。岡村さんって VHS はまだ再生できるんですか？できません、壊れました。あとレーザーディスクって言ってませんでした？レーザーディスクはね、はい、兵庫県の業者に引き取ってもらいました。あ、すごい。1000円でした。え、まだなんか必要としてる業者もあるってことですか？いや、マニアはいるんですよ。だから1000円ってもう異常に安いんですけど、だって僕レーザーディスクのソフトと機械と、機械はパイオニアが買いました、はい、全部で、ね、50万以上使ってる当時のお金ですよ、うんうんうん、
だけどもう一回見るかって言ったらもう画質悪いし、でそれねプレイヤーはね壊れてないんです。でなぜかというとソフトが高くて買えなかったんです。あんまりだって1万3800円でしたんだもん。あ、LP、ね、皆さんレーザーディスク分かります？ LP レコードと同じ大きさ の, あ の, あの DVD より画質の悪いものなんですよ。あ、 DVD より画質の悪いものそれですよ、うん、で当時ゴッドファーザーサーガってゴッドファーザーを全部時代中に見れるっていうのは2万円ですよ、ボックス。うわ、これも一度も見てない。うわ、買うだけ買って、で結局全部をあの機械と全部を1000円で引き取ってもらった。でも岡村さん、うん、いわゆるあの何ヤフオクとかそういうあのオークションにメルカリだなどってあの手はやらないんですか？あのね、やったことないんです。なぜかというとなんかすごいお宝になりそうじゃないですかと思うでしょ、はい、そういう人は全国に何千人かいる。まず第一に、はい、うん、それだといつ売れるかわからないです。それまで家にもうね家に物がある。やっとわかったんです。スペース、さっきほらお金と心の話が出ましたね。スペースイズマネー、空間はお金だと。じゃあどっかの貸し倉庫を借りてって、そしたらまた別の話になっちゃいますもんね。それね結局ね、うん、最後に白手袋の業者が行くだけですから。怖っ。あ、この人は映画好きだったんだなっていうこと。怖いよ。では今日は後半はこの第一部の後半はシャンソンをかけしてますけど、この大ヒット曲なんですけど、このバージョンのこの曲は僕はね一番好きでね、ちょっとグッとくる曲を聴いていただいた後、この曲の後横田茂さんの話をします。シルビー・バルタン、アイドルを探せ。シルビー・バルタン、アイドルを探せでした。10日前のことになりますけれども、6月5日あの拉致被害者の会、の家族会の元前会長であった横田茂さんが87歳で亡くなられました。この番組にただ一度だけ来ていただきました。それは2006年のことで、もう14年前ですけどね。あの当時、めぐみっていう、ドキュメンタリー映画があって、ね、それはずっと拉致の話からいかに横田家が奮闘してきたか、あるいは、皆さんご存知の松本さんとか有本さんの、あるいは他のご家族がどんなに頑張ってきたかというドキュメンタリー映画 でこの映画を僕は試写で見て、感動して、監督はね外国にいらっしゃったのとにかくね、ちょっと監督呼べないということで、それで横田さんは川崎市民なんですね、はい、で川崎 FM としては何かやりたいなと、それで横田さんお呼びできないかなっていうふうに宣伝会社の方に頼んでたんですけども、正直ちょっと何もやってくれなくて、それで公開の日も迫ってるし、この映画やっぱり見てもらいたいと思って横田さんに直接連絡しようと思って、うん、連絡先はわからないで思い切って、これ言っていいのかどうか分かりませんけど、104で調べたら分かりまして、あ、すぐ電話しました。当時はそうだったかもしれない。だから、いや今もそうだと思いますよ、うん、例えばめぐみさんが何かで日本にふっと解き放たれて、うん、家に帰りたい時すぐ分かるようにしてらっしゃったんじゃないでしょうか。そっか、映画2006年ですかね。電話したら横田茂さんが出ました、うん、そしたら僕のことは聞いていると、この宣伝会社で喜んできますと、で早紀江さんとご一緒にいて、いや早紀江は今ちょっと具合悪くてとおっしゃってて、ここに一人でいらっしゃいました。私の隣にお座りのね。それで、まあ、いろんな話をしました。そしてもうかなり前ですけども帰ってきましたよね。蓮池さんとか、だからそれでこれが2006年だから2002年に帰ってきてるんですよね。そう、2002年、ね、ちょうどその放送の4年前に帰ってきて、あそこの空港のところで、横田さんはめぐみさんはいない、で一生懸命写真を涙ぐんで撮ってらっしゃった、でいろんなことがあって、それでめぐみさんも死んだって言われたって、あの有名な記者会見がありますね、はいはい、で咳込んでね、咳込んで大変な、この度何度もそのテレビで流れたかと思います、はい、それでその時に、ある記者がこういう質問をしたんですね。これ朝から大変な日でお疲れじゃないですかって言った時に、横田茂さん何とおっしゃったかっていうと、親が子供のためにすることですから、疲れたということはありませんって言って、その話をここでしました、横田茂さんの前で。そしたら横田さんも島岡さんも私も泣いてしまって、ちょっと放送が中断しました。でこの放送ははっきり言うとちょっといろいろ批判を浴びました。本人呼んで何するんだっていうこともあったんですけど、僕はお呼びしてよかったと思う。覚えてますか、島岡さん？いや本当にそうですね、私こう、うん、本当にこんなに近くでお話しさせていただいてっていうのがあって、でいろんな映画がねその後作られたりもしましたけども、本当に私たち本当に何にも知らなくて、まあ川崎ではね写真展などもいろいろありましたけど、私たちも署名活動したりとかいろんなことあったけど、改めてね今回思ったのは、どれだけ分かろうとしてただろうか私たちはっていうのを改めてちょっと思いました。で例えば変な言い方だけども、
6月の5日に亡くなったっていうニュースが流れて、であの日の夜はかなりもうコロナのことよりも茂さんの話すごくいろいろ出ましたよね、ニュースでも、ね、でその後記者会見をあの早紀江さんたちがされたりして、でそうしたらもうやっぱりもう私たちはまたあのコロナの日々とかのニュースに戻っちゃって、あのもうまた忘れて横田さんの前で言うのは非常に失礼かと思ったんですけど、僕はあの14年前ね、ここで横田茂さんとお話しした時にこういうことを言いました。倉本壮さんの言葉で不幸にも旬があるっていう言葉があると。だからマスコミも世の中もあることが報道されて、例えばそれの2年後とかもっとひどいことになってるのに、もうあの話は飽きたよみたいになってしまう、これが世の中だと思うっていうようなことをちょっときついけども申し上げたんですね。今そうなってないですかね。だから本当にそう思うんですよね、うん、それで今ちょっとね北朝鮮から聞こえてくるニュースっていうのはなんかあのもうあまり物事がいいように進まないようなそういう報道が方です、ねうん、国が今多分相当厳しいんだと思うんですよね。核を少なくするのはやめるっていうふうに言ってますからね。だからでもとにかく前に進めないと今っていうのは、うん、もう改めてなんかあの2002年の頃の映像で、あ皆さんはお若かったなって思ったりして、そ、ね、あそこからね多分ねもっといろんなことがトントントンとなんか少しは進むと思ったけど、もう18年間止まってますね。うん、私あの佐渡にも行ったんですけど、ああそう佐渡に行ってジェンキンさんにお会いしたりもしたんです。あそうなの。あだって働いてらっしゃるわけで、あのお土産物屋さんでね。あどんな方でした。でツーショットで皆さん写真を撮ったりしてて、どんな方でした。いやでもなんかね。やっぱ寂しそうな感じはしました。なんかもちろんお話が具体的にできるっていうわけじゃなかったから、でもなんかこうやって写真を撮ることが何かにつながると思ってやってらっしゃるんだろうなっていうのがちょっと切ない感じは。お二人ともハッピーみたいの着てね、お土産物屋さんでね。テレビ見ましたけど、ね、亡くなってしまいましたね。あの横田さんでねよく覚えてるのは、何が好きですかって聞いたらユーミンが好きって言ってましたね、うん、ユーミンと松田聖子が大好きで小劇場見に行くのも大好きだ、あの下北沢にもよく行ってましたって言ってて、本当に普通のいいお父さんでしたよね。ねえだからなんかなんで解決 しないんだろうっていうのがやっぱり改めて今突きつけられていて、うん、いや絶対いるでしょ向こうにってやっぱり改めて思うし、いやそうだと、うん、もしかしたらこの放送聞いてらっしゃるかもしれない、うん、横田めぐみさんが、うんうん、あのその少し後ですけども野伏翔さんって監督に来ていただいて、原田大二郎さん来たの覚えてます、はい、あのベテラン俳優の、はい、でこれはの舞台をやりました。あの何度も僕も横浜で一度見に行きまして、この舞台は強烈で、要するにね彼女がめぐみちゃんが拉致されて船底でどんなに苦しんだかっていうシーンも出てきて、でなんと横田さんこれ見に行ってらっしゃるんですよこの舞台、はい、何度もね。それでこれがですねこの度映画になったんです、うん、で野伏翔監督と原大二郎さん主演で、ちょっとあの今撮影が終わったところで今仕上げをやってるあたりかなと思うんですけども、必ずこの番組で特集して、うん、あの横田さんの お話もしたいし、ちょっと川崎市民としてはね、あの早紀江さんがあとどれぐらい頑張れるかっていうのはあるんですけども、ちょっとなんていうかな、何もできませんけど、でも少しでも忘れないで、レコも1ミリでも先へ進むということを祈って、なんかやれることやっていきたいなと僕は思ってます、はい、なんかあの本当にこの間の記者会見なんかでも思ったけど、やっぱり自分の家族に起きたことかもっていう想像力を、そうですね、弟さんが言ってらっしゃったですね、うん、私たちが持たなきゃなっていうのはもう2020年かって思いますけど、ね、それ以外にもないなって、はいはい、少しずつとも思います。あの横田茂さん本当にねあの素敵な立派な方でしたね、うん、ありがとうございました。第2部もお楽しみ。フランスにある夢見るシャンソン人形。